千葉県立富津公園にある明治100年、記念展望台、池原健一郎は、日本の造園家、環境デザイナー、ランドスケープデザインの研究者、筑波大学芸術専門学群で教壇に立ち、デザインを指導する一方で、公園等の作品を残す。造形美を追求したアート感覚の公園を、設計、さらに同世代の造園、 環境デザインを担う仲間と活動を積極的に展開し、戦後造園設計界の中心的存在となった。また一方で、サッカー、日本代表のサポーター組織、日本サッカー協会を立ち上げ、長く日本のサッカーを支援。現在は、バレーボールの応援で有名なフレーズ、日本茶、茶、茶の応援スタイルを考案した。愛知県名古屋市に生まれ、津島で育つ。 1941年、旧正愛知県立名林中学校に進学する。旧正中学時代は、陸上と絵画に取り組んだ。1945年、旧正中学を4年で修了し、第8高等学校に進学した。同年、東京帝国大学に入学して、サッカー部に所属した。1948年、 東京大学農学部農学科演芸、第二教室に進学し、庭かなえさんの指導を受ける。1951年に卒業、翌年に、同大学大学院に進学するも中退し、助手に就任した。1955年、建設省に入省する。1958年に、日本住宅工団宅地部に移籍した。同年、庭のデザイナー6人展に参加する。 1959年、白川公園計画検証公募に参加し2等となる。1960年には、世界デザイン会議に参加して、環境部会でパネリストを務めた。1963年、日本技術開発株式会社、総合計画部に移籍し、緑地課長に就任した。1964年、建築家の石井直也日渡達也、 小林春人、グラフィックデザイナーの早川和也らとチームを組んで、東京都主催予び公園設計者、選定コンペティションに応募。一等は、なしで二等に入選。基本構想の原案として採用される。また、国際造園家協会連合イフラ、東京大会に関わる。伊藤国枝と幹事となり、造園設計事務所連合を発足させる。この年より、 東京大学農学部非常勤講師となる。1966年、自身の設計事務所、増援コンサルタントの環境計画研究室を設立する。1973年より、東北大学工学部と筑波大学大学院芸術学研究科の非常勤講師となる。1978年に、筑波大学芸術学軍教授に就任し、 1992年に体感した。シャツは黒シャツを好んで着用していた。日本サッカー協会を設立したのは日本住宅公団時代の1962年である。ありがとうございます。